は、クスコ王国の七代サパインカである。父は六代サパインカであるインカローカ、王妃に、都会カパクの娘ママチクや子に八代ウィラコチャがいる。彼の名前が示す通り、八歳の時に、クスコ近郊の有力部族であった、アヤルマ家族に誘拐され、苦境に血の涙を流したという。最終的にアヤルマ家族の愛人の一人の助けで、逃亡した。この時期、 ケチュア族は、チャン家族との最終戦の最中であった。インカ高等期の著者インカガルシラーソデラ、ベーガなどによると、彼は怒り狂ったチャン家族から攻撃された時に、シュトクスコを放棄したが、息子のウィラコチャが敵を打ちまかし都市を救ったという。しかしこのような記述は少数派であり、ペルー年代記の作者シエサデレオンや、ホアンデベタンソスなど、多数の年代記作者は、 ビラコチャがクスコを放棄し、彼の息子、パチャクテクが、旧国の英雄だとしている。他の歴代皇帝と異なり、彼は、自らの宮殿の建設すらしておらず、クスコにおいて皇帝に期待されていた、建設工事をわずかしかしていないように見える。ありがとうございます。